いでよ、クロノス四天王。クレナイの弥勒、ただいまここに。青き刹那、ここに。悪人の羅刹。黒きサタン、我らクロノス四天王、天界様の命によりここに見参。四天王、ここに揃いました。ご用でございますか。たわけ、あのざまは何じゃ。帝国歌劇団なる謎の組織が邪魔立てをいたしまして。言い訳は無用じゃ。申し訳ありません、天界様。だがあいつらは結構やります。黙れ、サタン。我らは常に無敵。帝都の固い結界を破る砲術を我編み出したい。これ六波星コマジナリ。この砲術を完成させ、帝都を完全に破壊いたす。この大日の標的は芝公園。私の戦いも見たい。サタン。はい。心底ないの老いぼれね。大帝国劇場ってここでお待つよな。うちの蒸気バイク、お釈迦になってもうた。うちの名前、リッコーランと言います。帝劇花屋敷支部から本日付で銀座本部に転属になりました。今度こちらにご厄介になります。よろしゅう。ほいで、あんたは？ほな、うちらの上官やね。ただいま花屋敷支部より銀座本部に転属してまいりました、リッコーランです。
米田中将閣下へお取り次ぎください。親切やね、大神少尉は。大丈夫や、こんなこともあろうかと修理工具はいつでも持ってるさかい。ちょちょいのちょいで片付けときますわ。あ、うちのブロマイドや。いや、なんか恥ずかしいな。男のくせに乗れるやなんて、あんた相当優秀やで、ほんま。ところで少尉はん、もうクロノス界の連中とは戦うたんやろ？どんな感じやった？へえ、正直な少尉はんやな。なかなか言えるこっちゃないで、それ。が来たからにはもう安心やで。大船に乗った気でいてや。ところでクロノス海ってな、何でも徳川の残党で政府転覆が目的らしいで。ご苦労なこっちゃ。
どうぞ。Thank you.